ここは天の川銀河、私たちの住処だ。直径は10万光年、天体の数は1兆個。恒星の数は3000億個から4000億個と言われるが、想像がつかないので実際の画像を見てみよう。これは銀河を撮影した画像。天体が少なそうな場所を拡大していく。やはり銀河の外れとあって星はスカスカだと一応言っておこう。4000億個の威力は凄まじい。大量の天体が集団となっている銀河の構造はどうなっているのだろう。今回は銀河の構造を知る旅に出かけてみよう。銀河の中心。ここはご存知の通り巨大ブラックホールがある。射手座 A スター。質量は太陽の400万倍。とんでもなく重い天体だが、サイズは太陽の17倍ほど。ブラックホールのすぐ近くの恒星は強力な重力によってものすごい勢いで振り回されている。この映像にブラックホールは見えないが、恒星の動きを見るだけでその凄まじい力を感じることができる。中心にブラックホール、周囲に無数の恒星という構造から銀河は太陽系に似ている。ブラックホールは銀河の支配者なのだろうか。これはよくある誤解だ。太陽系では太陽が支配者だ。なぜなら太陽系全体の質量の 99.86% が太陽であり、要するに太陽系の質量ほとんどは太陽だ。一方ブラックホールは銀河全体の質量のたった 0.0001%。 ブラックホールが銀河の天体をつなぎ止めているわけではないのだ。銀河の形を維持しているものはダークマターなのだ。ブラックホールと太陽系とがつながっているわけではないので、万が一太陽系の軌道が大きく変化してもブラックホールに飲み込まれる心配はなさそうだ。銀河の中心に見える膨らみ、中心核バルジ。銀河中心の狭いエリアだが、それでも直径は1万5000光年。天体の軌道は平面ではなくランダムな方向で公転するため、銀河周囲と異なり丸みを帯びた形状となっている。比較的古い星が多く、赤い恒星の割合が多い。資源豊富に感じるが、実はガスや塵は少ない。よって今後も新しい星はあまり誕生しない。恒星にぶつからないよう安全航行で旅をする。ここは太陽系。周囲に見える恒星は一度は聞いたことがある有名な天体だ。太陽系は天の川銀河のどのあたりにあるのだろうか。中心からの距離は約2万5000光年。星が密集する中心より少し密度が低い閑静な安全地帯に佇んでいる。太陽系は銀河の周囲を周回している。移動速度は秒速 217km、 1400年で1光年移動する猛スピード。
太陽系が銀河を一周するのに2億5000万年ほどかかるが、太陽系誕生からすでに銀河を20周も移動している。太陽系を離れ銀河の外側へ行くと、天体の数はどんどん減っていく。しかし天体の密度が低い空間の中に星が大量に集まる集団が存在する。それが球状星団。大量の恒星が集まり、中心に向かって密度は高くなっていく。なぜこのような球状星団が形成したのか、詳細は謎のままだが、おそらく単一の巨大なガスや塵の雲から恒星が誕生した。実際に同じ球状星団内の恒星の成分は似たものが多い。銀河周囲の天体は少なく、銀河の構造に注目しがちで、球状星団はマイナーな存在。しかし銀河のガスや塵を取り除いてみる。こうすると球状星団はとても明るく主張する。球状星団と恒星が織りなす銀河の姿はとても美しい。銀河といえばバルジや渦巻き状の構造を想像するが、実はその外側にも銀河の構造がある。それはハロー。銀河全体を包み込むように希薄な星間物質や球状星団がまばらに分布している球状の領域のことだ。密度が低く、その姿はほとんど見えないが、天体の数は10億個と意外に多い。では天の川銀河のハローはどこまで広がっているのだろうか。国立天文台と複数の大学による研究チームは天の川銀河のハローのサイズを計測した。その結果、ハローのサイズは53万8000光年。サイズを実感するために天の川銀河の端に向け JST ロケットは超高速モードで移動する。大マゼラン雲。天の川銀河までの距離16万光年。まだまだ。小マゼラン雲。天の川銀河から19万光年。まだいける。ロザ・矮小銀河。天の川銀河から42万光年。もう一声。ようやく到着。中心からの距離約54万光年。ここが天の川銀河の端っこだ。近くの番銀河よりも遠い。天の川銀河隣の巨大銀河アンドロメダ銀河、距離は約250万光年。果てしなく遠く感じるが、天の川銀河のハローのサイズが50万光年、そしてアンドロメダ銀河のハローのサイズが約150万光年と考えると、2つの銀河は触れるか触れないかのすぐそばに位置している。そして天の川銀河とアンドロメダ銀河はお互いの重力でつながり、40億年後に合体する。実際にこうして銀河を並べ、徐々に距離が近づいていくと考えると、とても心躍る。将来天の川銀河がアンドロメダ銀河と合体する頃、もし私たちがアンドロメダ銀河の住人に出会ったならば、天の川銀河太陽系の地球人ですと挨拶しよう。